次に安倍敏子さん。安倍さん、はい、自由民主党安倍敏子でございます。本日は質問の一般質疑の時間をいただきましてありがとうございます。最初に市町村国保に関して質問させていただきたいというふうに思います。特に、今国会におきましても市町村国保の財政運営の都道府県単位化を推進する観点から制度改正が行われまして、平成27年度からの保険財政共同安定化事業について、すべての医療費に拡大することになっているわけであります。医療費について、これで地域間格差も縮小も期待されるわけでございますが、医療費において、その地域間格差がなぜあるのかということの分析を厚生労働省はどのようにしていらっしゃいますか。戸口保健局長。医療費の地域間格差でございますけれども、医療供給側とそれから患者さん側とまず大きく2つに分かれると思います。医療供給側で申し上げれば医療機関が充実しているところと過疎地のように医療機関の、まだ充実していないところでは当然差が出ます。それから患者さん側で申し上げれば、例えば高齢者の比率の多いところとかでは医療費の医療の総量が多いわけですから当然医療費が高くなるわけでございます。まあその他いろいろな地域的な要素があると思いますけれども大きなものはその2つだと思います。安倍さん。そういたしますとこの医療費の地域間格差に関して、まあ、高齢者が多いのに関してはさまざま調整もされているわけでございますが特に供給側の問題の医療が充実しているということに関してのその厚生労働省としてここの部分に対する抑制ということはきちんとしていらっしゃるんでしょうか。戸口局長。医療提供に対しての地域差というのをどう埋めていくかということでございますけれどもご案内のように医療の提供体制と医療保険制度がこれは車の両輪でもありますので一緒にこうバランス取れていかなければいけないと思っています。で提供体制をどうするかの方はこれは都道府県の方で今医療提供体制の整備の方は責任を持って計画を立ててやっているわけでございますけれどもこの共通の指標ということで医療計画作成指針等を示してそれぞれの地域の課題に対応する数値目標を設定する。また国の方としてもですねそれらに対しての補助金等の制度を設けているところでございます。それで医療保険の方では先ほど先生ご指摘の前回のですね法改正の時に財政調整機能これを強化しましたんで、でそこでですね医療提供体制がまだ充実してないにもかかわらず医療費の調整をすることによって保険料が高くなってしまうことのないようにこれは県の調整交付金の方で調整できるようにということでガイドラインも示しつつ今いろいろな対応をしようと進めているところでございます。安倍さん。特に患者側のこの高齢者が多くて医療費がかかるということに関してはやはりしっかりと財政調整の部分はしていかなければいけないと思うのですがこの供給体制の充実しすぎている部分も含めた部分に関して都道府県にお任せということでは私はこの医療費の抑制ができないのではないか特に医療費における自然増分年間1兆円というのが本当に自然増なのか、それは自然増というのは厚労省における無策なのか都道府県の怠慢なのかということはもっと明確にしていかなければいけない。今回消費税を上げるに至ってもこの部分はいくらあったって、財源が足らなくなるところでございますからでは何のために今その議論も進めながら医療制度に関しましても社会保障制度に関しても足りなくなったら調整していくんだということだけでは済まない問題ではないかと思うわけです。また保険料に関しましても確かに地域間格差がございます。22年のその1人当たりの保険料に関して、最高が北海道、
のある村でございますが、これが141,650円、さらには一番最低と言われるところは沖縄県のある村が3万円台という 4.3 倍の違いがあるわけであります。同一の都道府県においても東京都長野に関しては 2.8 倍、秋田が 2.5 倍、北海道や沖縄でも2倍ということになっているわけでございますが、そうした中で保険料を算定する場合にいわゆる旧正し書き所得ということで4方式を使っているわけでありますが、所得や固定資産に応じて、いわゆる定率の負担、さらには被保険者数と世帯ごとの定額の負担をお願いする仕組みでありますが、この負担割合をどうするかで保険料の額が変わってくるということが言われています。いわゆる応能負担と言われる所得割と資産割と、さらには逆進性の部分の応益負担というところがありますが、応益部分ということが均等割と平等割と言われておりますが、この均等割と平等割というのは、そもそも導入したその理由は何なのかということと、これをすなわち応益部分として存続することが本当に公平性に資するのかということの観点で、お答えいただきたいと思います。戸口局長。まず保険料の方は応能割と応益割と、まあ、これ大体半々ぐらいになっているわけでございます。量としてはですね。でその応益割が今先生ご指摘のように加入者それぞれの一人当たりで、かかっていく均等割と、それから世帯でかかる、まあ、世帯割とか平等割とか申しますけれども、そういったことになっているわけです。で、まあ、基本は均等割なんでございますけれども、なぜそれに平等割が加わっているかというと、これは地域によってですね、まあ、地方の方で多いと思うんですけれども、例えばその所得が少ないけれども家族の多い、まあ、世帯があるわけです。でそういったところに対して、まあ、補正をするというかですね、そういった考えに基づいてその均等割を補正する目的で、そういう世帯割があると承知をしております。でちなみにその応益割の中の均等割と平等割の比率ですけれども、大体標準的には35対15というような比率になっております。そのパーセントでですね、はい、安倍さん、これがですね、昔作られたんではないかと思うんですが、私はこれがあまり機能しなくなっているのではないか、特に均等割、世帯一人当たりの定額に関しまして、今おっしゃった数字だと思うんですが、特に家族が大家族であることのある種のペナルティみたいなもんなんだと思います。で、さらに言えば、その平等割の1世帯あたりの定額、特に所得が低くて家族が多い場合の補正として出している部分は、特に所得が低い地方において、一人暮らしになったときに、一体本当にここの調整部分が、本当に機能するのか、ということを考えたときに、この世帯割という負担の部分に関して、世帯割をなくすことによる保険料の地域間格差でどういう影響が生じるかということを、これは通告してありますので、シミュレーションされたものをぜひお答えいただきたいと思います。戸口局長。平等割をなくしたときどういう影響があるかということでございます。でまず応能と応益と分かれているうちの応益の中が均等割と平等割の組み合わせになっているわけでございます。でそういうことではその平等割をなくしても応益割という塊自体は変わらないわけですから、ですからその応益割の比は応益割の格差についてはそれは変わらない。ただ平等割をなくせばさっきご指摘のようにその一人暮らしの方とかそういった方では負担が増える、それから、逆にですね家族の多い方については平等割をなくした場合に、失礼しました。平等割をなくした場合に所得が少なくて家族が多い方については、加入者割になってしまいますので負担が増えると、それで、一人暮らしの方についてはまあその逆になるということでございます。で細かいその、市町村ごとの数字についてはこれはちょっと計算はまだできておりません。安倍さん。
私はですね、今回大臣に質問せずに今回戸口保健局長に質問しているわけでございますが、戸口保健局長がですね、説明がなんか曖昧になるような部分をですね、やはり作っていくのはいけないと思っておりまして、現在の複雑な保険料のいわゆる方式をもっと簡素化しないと、保健局長がその状態であるのに国会議員なんか多分中身分かってる人ほとんどいませんから、でそうすると国会議員の中身分かってる人がほとんどいない中、この制度を我々が政治主導で変えろったってそれは無理な話でございますから、そこのところの複雑化した制度が私はとても大きな問題だと思っております。大臣に改めてお伺いいたします。今保健局長が非常に分かりやすくとは言えないようなシミュレーションも出ていないような内容をご説明されたわけでございますが、この保険料の計算方式に関してもっと簡素化すべきだというふうに大臣は思いませんか。富山大臣、どうお答えしていいかちょっとなかなか難しいところですが、今の仕組みがどうしてできたかは保健局長がお答えした通りです。ただ私もこちらの厚生系の方は専門ではないなくて、この立場について、本当にこの保険料の仕組みというのは非常に複雑で、このことも予算委員会でお尋ねをいただきましたけれど、即私が答えるというのはどうしてもこれは不可能でございますので、今までの歴史的な経緯の中でこういう仕組みが作られてきているとは思いますけど、委員がおっしゃりたい、ごく一そこの一部だと思われる今の世帯の人数も減ってきている、いろいろな状況も変わっている中で、これをより良くするためにはどうしたらいいか、その検討は必要だというふうに私も思います。安倍さん。特にですね、国民健康保険というですね、医療保険制度であるわけでございまして、保険制度という名前がついているからにはですね、私は応用の部分をもっとしっかり制度化するべきでありまして、応用部分の部分をあまりにも詳細にしていくとですね、保険ではもうないんではないか、国民皆保険制度に関してですね、本当に日本は皆保険なのかということが、この国民健康保険の中身を見ていると思うわけでございまして、大臣、なんかよく国会がぐちゃぐちゃしておりますが、在任中どれぐらいの期間になるか全く分かりませんが、しっかりとこの国民健康保険に関してはもっと分かりやすいもの、政治家が説明できない制度をやはり国民に分かりやすく伝えるのは本人国会議員が分かってないわけですから、それは無理でございまして、政府参考人でいらした戸口保健局長もシミュレーションがすぐ出てこないような役人の方々にいろいろ数字を聞くと、それは計算しないと分からないという答えがよく出てくるんですね。ですから計算しなきゃ分からない、それも担当の官僚ではなく計算をする部署にわざわざ頼まないとできないような、そのような複雑な計算式をやってるんでは事務費が膨大になっていくということを考えたときに、簡素化するということは社会保険制度をしっかり一体化格していくという観点でも重要なところであるというふうに思いますので、ぜひこれは大臣にお願いをしたいというふうに思います。また次に総合診療院について質問させていただきます。総合診療院に関して今さまざま議論が厚生労働省の中でもされているところだというふうに思うわけでございますが、私特に前にも申し上げたとおり、地方の病院を前職であったときに全国回って歩きました。そういうときにやはり地方の病院に関してとてもいろんな意見が出たのが、大学病院と連携をしていくときに、その病院から、大学病院から送られてきた先生方が、臓器別であると。臓器別の専門医であるがゆえに、それも肝臓外科とか肝臓内科とかですね、非常に詳細に渡ったものであって、地方においてそのような臓器別の専門医よりは、やはり全体を見ることができるという、そういうドクターが欲しいということは、地方において何度も何度も言われた部分であります。で、この総合的な診療能力を有する医師の必要性に関して、厚生労働大臣のお考えをお伺いいたします。小宮山大臣。
それは委員おっしゃる通りだと思います。今回社会保障と税の一体改革を、ご理解いただくために各地を手分けをして回っていますけれども、特に地域地方の方へ参りますと、そこどの地域医療の話というのが一番おそらく多く出てきた課題で、その中でやはり今言われたようにかなり細分化をし高度化している中で、一部の臓器の専門のお医者様というよりは総合医として全体を見られるお医者様が必要だということはあるのだと思います。で、今厚生労働省の中でも、そういう総合医を作るというか要請をする方向で今検討しているところですけれども、もちろんその専門の部分を極めるお医者様も必要だと思いますし、総合的なことが見られる、そのお医者様がそれぞれの地域にいるということの必要性は私もその通りだと思います。阿部さん。さらには日本は専門医の数が多すぎるということも言われておりまして、この専門医の認定の制度そのものをやはり変えていかなければ、本当にその質が伴った専門医がどうかということに関してもさまざま議論が出ている部分でございますが、特にこのかかりつけ医というのも今まであったわけでございますが、戸口保健局長にお聞きしますが、その総合診療医とかかりつけ医というのは一体何が違うか教えてください。総務局長。かかりつけ医と、恐縮ですが異性局の範囲だと思いますけども、前異性局長としてちょっと申し上げますとそうなんです。かかりつけ医というのは主に地域の開業医さんとかで、小さい頃からずっとこうそのお一人をその地域で見てくださっている方 で総合診療医というのは、最近出てきた言葉でもありますので、そういった概念も含んでおりますけども、それだけではなくて多くの専門性を持っていた方、それからあるいはその専門的にその総合医としてのトレーニングを受けた方、そういった概念が混じっているものだと思っておりますけれども、患者さんにとってはどちらも大変役に立つ仕組みではないかと思っています。阿部さん。大変失礼いたしました。政府参考人が戸口保健局長かいらっしゃらないので、本当に異性局長であった時の方のお顔の方が実は馴染んでおりまして、いずれにいたしましてもこの総合診療医に関しましてはさまざまなところで反対意見も出ているところであります。しかしながらその疾病のあり方と、さらには地方においてどういう医師が必要であるかということを考えた時に、私はこの総合診療医ということがしっかりとできてくることが地域の医療を守っていくことでもございますし、さらには臓器別になりすぎるのは、私はさまざまな審議会にあまりにも専門医を呼びすぎているのではないかと思っているところでございまして、日本の医療の中心はどこにあるのか、疾病期間の一番長い期間はどこなのかということを考えながら、そのさまざまな有識者会議をやっていただきたい。有識者会議をやっていくときに、特に医療のさまざまな方々が言われるのは、有識者というのは色付きの意味ではないか、知識ではないのではないかというふうに言われておりまして、やはり日本の医療制度が偏ってきた、地方にとってあまり優しくなくなってきたのは、やはりこの有識者会議のあり方にも私は大きくあると思いますので、大変今日は戸口保健局長にご迷惑をおかけしましたが総合診療医に関しても大臣これからもよろしくお願いします。今日は質問の時間いただきましてありがとうございました。はい、お疲れ様でした。